どうも、キューキューパーダーマチュアです。ニキポンです。シュンタです。戸惑ったちょっと緊張しちゃって。今日の企画はジャニオさんは時短のことを詳しく知ってるでしょう。俺か。あなたしかいないね。じゃあ真ん中行こうか、うん、はいはい、はい、真ん中にいる加藤白くんはですね、まあ皆さん分かってる通り、うん、山田涼介くんの大ファンということで、うん、6年だっけ、計算し直したら5年だった。5年だった。あら、ちょっと持ってる。ちょっと持っちゃいけない。まあそんだけ山田くんのことを好きな期間が長かったら、まあさすがにいろんなこと知ってると思うんですよ。うんうんうん。何から何まで。そう。で、ということでちょっと2人で問題を考えてきたんで、はい、全問正解していただこうと。うん。ということで、やっていきたいと思います。はい。はい。それでは任せろ。いきたいと思います。おい。第1問。ででん。ででん。山田涼介くんはとあるグループに所属しています。そのグループ名は何でしょう。バカにしてる。いや難しいかな、ちょっとこれは難しいかな。引っ掛け問題とかじゃないよね。答えわかりますか。平成ジャンプ。はい、正解です。最初はこう、最初はこれ、最初は初級。どん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 いった。あ、オッケーオッケー。初級があまりにも低すぎる。そんなところから始まるの。やっぱそこ大事よね。はい、グループは。うん、オッケーオッケー。じゃあ、2問目いいですか。どうぞ。ねね、山田くんの生年月日。1993年5月9日。おお、すげえ。正解。わかるわ。マジで。次の問題です。はい。でで、はい。山田涼介くんは平成ジャンプの中で何色担当でしょうか。赤だな、お前。おお、いいね。赤だよ。正解です。簡単すぎるか。まだ簡単だね。じゃあちょっと、ちょっとあんまりなんか、ちょっとなんかもうにわかなファンはわかんないかもしれない。でで、四問目。山田くんのソロデビューシングル、名前は何ですか。バージョン。それだ。うわー、すげえ。ですが、おお、の発売日はいつでしょうか。6年前、2013年の1月9日。うえええええ、撮ってる。すっごい。まあまあ、マジか。舐めてらっしゃる。次の問題です。マザコーン、コアラパンチってやるドラマがあるじゃないですか、うん、理想の息子。それで山田くんがそのパンチをした後によく言っていた決めてるか。俺はマザコンじゃねえ、ただ母ちゃんが好きなだけさ。坊主まで完璧です。おい、すごい、覚えてる。結構前じゃないの。最近ね、たまたま見返したの。マジで、すごいな。はい、6問目。はい、えれん、山田くんの入所日、ジャニーズ事務所、はい、お答えください。理由も含め。理由を含め、うん、まず入所日が2004年の8月12日。おーおーおお、すげえ。入った理由はもともと山田君はサッカーでジュニアユースみたいなのに入ってて、サッカーにしか興味なかったんだけど、ワールドカップのピンバッジにつられてその面接に行った。全部当たってる。マジ完璧。理由ちょっと違うんだろうなとか思って、ちゃんと当たってる。いやー、もう有名ですよ。強っ。そんなの。次いい。嵐に仕上がり、それで山田くんがいじられて、みんながちょくちょくそれをいじ、ずっといじり続けてたんですけど、何をいじられてたんでしょうか。涙袋。おお、正解です。でね、8問目。山田くんが俳優デビューした初めてのドラマの名前は探偵局の9。うおお、ですが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 、役名をお答えください。天草龍。マジで当てたのよ。すごい。そこまで覚える。難しくないよ。むずいだろ。むずくない、むずくない。次の問題です。はい。山田涼介くんがジュニア時代に一番最初に所属していたユニットは何でしょう。キティ、キティジュニア。キティジュニア。いや、不要じゃないですか。あれ、あれ、正解。おい、あぶねえ。おー、あぶねえ。危なかった。危なかった。あれだね、京本くんと考えたやつ。そう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 。危ねえ。もう一度考えて。はい。山田涼介くんはいろんな映画に出ています。はい。その中で一番僕が好きな映画は何でしょう。知るか。わかるかな。これ難しいと思うね。はいはい。暗殺教室。お、正解です。